さあ、今回から全く新しい分野に突入するよ。待ってました。一番最初のレッスンで自己紹介してって言ったの覚えてる？うん、覚えてます。私は春です。10歳です。好きな食べ物はお寿司ですって言ったよ。ようやく今日はその好きな食べ物はお寿司です、これを言えるようにしていくよ。好きな食べ物イコールお寿司って考えるのかな。お、英語脳になってるね。英語ではイコールでつなぐことができれば B 動詞が使えるからね。それでもいいよ。私の好きな食べ物、これは My favorite food って言うんだけど。あ、私できるかも。 My favorite food is お寿司。あれ、お寿司って英語でなんて言うの？あ、お寿司はね、O を取って寿司でいいよ。日本食だからそのままローマ字で。にしてもすごい。そう、 B 動詞は is だよね。だって主語が I と You 以外の時は is でしょ。もうこのくらいできるよ。素晴らしい。ただ今回は B 動詞を使わないパターンを練習していこう。まずこの文崩してもいいかな。こんな感じで、好きな食べ物はお寿司ですから、私はお寿司が好きです。まあ同じ意味ですね。今回は B 動詞ではなく like、 好きっていう動詞を使ってみよう。 like、 私寿司好き。そのままくっつけたら I 寿司 like だけど、どうせ違うんでしょ。え、なんでそう思う？なんとなく。なんとなくか。だって like も動詞なんでしょ。 B 動詞はいつも真ん中だったし。鋭い。そう、実は私はお寿司が好きです。これはね、私は好きですお寿司をの順番で言うんだ。英語に直すと I like 寿司ですか？そう、 I like 寿司。何々は何々する何々をの順番だね。何々は何々する何々を。この何々はにあたる語を主語、何々するは動詞。英語ってまず主語動詞で始まる言葉なんだよ。そしてね、何々をは目的語って言うんだけど、この何々をがあるときは動詞の後ろに置くんだよね。主語動詞目的語。その通り。動詞って2種類あって、今回の何々するは B 動詞と区別して一般動詞って呼ばれるよ。勉強する、食べる、遊ぶみたいにうーで終わるのは一般動詞って思って大体大丈夫。え、でも like も一般動詞なんですよね。好きってうーじゃないですよ。そう、 like も一般動詞だよ。何々を好むって考えて。ああ、なるほど。好むか。変換が必要な時もあるんですね。うん、今これ動詞って動詞かどうか確認してくれたよね。それめちゃくちゃ大事なこと。というのも、英語では一つの文に動詞は必ず一つしか置けないんだよ。だからどれが動詞か分かってないと大変。え、一つの文に動詞は一つだけ？そう、一つだけ。 B 動詞と一般動詞もどっちかしか使えないから気をつけてね。おお、一緒に使えないのか。さあ、大事だからもう一回、私はお寿司が好きです、英語でどうぞ。 I like 寿司。 Perfect。 どう？ B 動詞以外も使えるようになった感想は？なんか無敵になった感じ。確かに、これ知ってしまえばあとは動詞を覚えていくだけでいろんなことが言えるようになるからね。もう少しなんか問題出してください。よし、私は毎日英語を勉強します。勉強するは study、 英語は English、 毎日は every day ね。待って、いきなり長くない？あ、そう？やってみて。主語、動詞、目的語。私は勉強する英語を。 I study English。 そう。さあ、 every day、 これはどこに入れるかな。every day I study English。 うん、それでもいいんだけど、時を表す言葉は最後に来るのが普通なんだ。だから I study English every day って普通はするかな。そうなんですね。時は最後。メモメモ。一般動詞は時を表す言葉と一緒に使うことが多いんだよね。これからもこういった時の表現を紹介していくから少しずつ覚えていこう。はい、楽しみです。